鳩山幸夫が逆切れ発狂し、意味不明な発言連発で大炎上、警察にデマ認定され、先日、鳩山さんがこのようにですね、北海道で起きた震度6の地震は地中への二酸化炭素の貯留実験 CCS によるもので人災だと主張いたしました。これに対して北海道警察が、 デマだと認定し、気象庁もこの鳩山さんの発言はデマだと認定しております。これに対して鳩山さんが警察などに謝罪をするどころか、このように逆切れしてしまっております。こちら、今回の地震の原因。鳩山さんの客観的な経験に基づけば、 地中への二酸化炭素の貯留実験 CCS が原因だとされておりますけどもそうではございません。北海道ではこのように常に東から西に地殻変動が起きておりその結果今回の地震も東から圧力が加わって発生した地震であると気象庁が発生気象庁が発表しております。 本当に二酸化炭素を地中に溜める実験が原因で発生したのであれば、地殻変動関係なしに地震がいつでも発生するはずなんですが、そうではございません。鳩山さんには、こういった一連のデマ発言、早急に撤回していただき、これ以上国民を不安にさせるデマを垂れ流さないように、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。